ビジュアルですね、これ。ありがとうございます。可愛らしい。めっちゃええ匂いやん。愛煙家を代表して言わせてください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。平日の大朝に大オフィス街ね、大手町です。あ、ここだ、 JA ビル。ご存知ですか皆さん、 JA ビル。これが東京の JA ビルです。よろしくお願いします。あ、すいません、どうもありがとうございます。結婚してください。わあ、すごい。カフェローズ茜さん、こんにちは。あ、こんにちは。お邪魔してもいいですか。どうぞ。うわあ、めっちゃいいやん。すいません。1965年の創業時から JA ビルにお店を構えるカフェローズ茜。今や東京では珍しい全面的にタバコが吸える喫茶店です。おすすめは何でしょう。うちはやっぱりアイスコーヒーが一番。アイスコーヒー、うん、ほな、いい感じで。それください。はい、はい、ありがとうございます。アイスコーヒー一つお願いします。お父ちゃん、そのマスクは手作りですか。うん、違いますよ、これは既製品です。既製品、はい、めっちゃイケてるじゃないですか。ありがとうございます。これ ここだけメッシュみたいな。そうなんです。ここから風が入るようになってたりなんです。なる、蒸れへんっていう。すごいやん。あとね、これ時計も見たことないぐらい円盤を。デジタルで。そうです、スマートウォッチ。見たことないタイプのスマートウォッチ。これはあのアンドロイドの方。あ、そうなんですね。アンドロイドの方、こんな、うん、あのスマートウォッチになる。やる。そんな。失礼します。ありがとうございます。アルバイトさんですか。はい。あら、おいくつで。24歳。24歳でこの辺に住んでるんですか。いえ、埼玉県。え、埼玉から。うん、通いで。通いで。どうして。え、どうして。埼玉って喫茶店ないんですか。いや、あるんですけど、こうタバコをこう吸える喫茶店で全然ないじゃないですか。埼玉に。え、埼玉なんかほぼ禁煙じゃないですかね。最近は ね多いですよね。で、やっぱ東京に行きたいなって思って。埼玉から。うん、喫茶、え、タバコの吸える喫茶店がないから。すごいじゃん。おもろいやつ。ありがとうございます。はい、すごい。すいません、いただきます。どうぞ。ありがとうございます。うわ、いい。これまたね、だいたいこのコップはこのサイズ。そうです、アイスコーヒーはもうこれで出してます。うわ、これはどのマグでいいですよね。うまい。ありがとうございます。これうまいっすね。ありがとうございます。いや、ええわ。ガツンとくるタイプのコーヒーじゃないですか。そうですね。やっぱこの働き者が多いところってこういうコーヒーがいいですよね。そうですね。みんな眠い中飲むから。タバコ吸ってもいいですか。お好きなだけも。ありがとうございます。天国や。だいぶタバコお好きだっていう話伺ってますけど。お父ちゃん、タバコより好きな男が見つからなくてね。大体皆さん、あの、命の次に大事だっていうぐらい、ね、タバコ吸いとかこの辺ほとんどないから。ほんとそう。ここら辺千代田区なんてもう一番ひどいもん。厳しいですから。厳しいですね。私の知ってる限りで元町ではもう一軒だけですね。あ、そうですか。ええ、私もあの四国の田舎の生まれなんですけど。いえそうですね。いえじゃないか。ちょっと早い。そうですね。雰囲気で。あれ、四国どっちでしたっけ。四国の愛媛っていうところなんですけど、もうどこでもタバコ吸えるんですよ、本当に。
で、あの、もうそういうとこからね、ちょっと仕事で来られたりしたら、びっくりするでしょうね。東京はもう本当に探すだけでも大変な詐欺ですからね。ね、愛煙家を代表して言わせてください。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの今あれなんですけど、ビーフシチューが結構人気がありまして、クリームシチューかビーフシチューっていうのがあるんですけど、はいはいはい、これはやっぱり人気ですね。ビーフをもらいますか。ビーフシチューでよろしいですか。はい、はい、分かりました。っていうのもね、私がちょっと昨日鍵なくして家の鍵ですか、うん、でまあ4時ぐらいに家帰って、でちょっともう寝ようと思って、もう家っつったら鍵ないよ。そっから近くのホテル泊まって、で起きて干したらホテルの鍵もなくして2回あったらもう1回ぐらいありそうですよね、なんかね。3度目の正直で一言や思ってヘラヘラして。失礼いたします。ありがとうございます。あ、また埼玉からやってきてくれました。こんにちは。こんにちは。うわめっちゃええやん。うわビジュアルですね、これ。ありがとうございます。可愛らしい。めっちゃええ匂いやん。いただきます。うまっ。ありがとうございます。またお肉がホロホロで美味しい、はい、あの野菜もね、このとろけすぎず、そうですね、ちゃんと形で残ってるという。そう。うわこれもう寒い中、ちょっとお父ちゃんビーフシチューちょうだいって言ってこれ出てきたら本当泣いてまうかもしれない。嬉しい、こんなん出てきたら。うまい。お土産預かってます、ね、何これ。東京消防庁というのがあるんですけど、消防庁、はい、今日本で3番目の偉い人かな。東京の偉い方からの差し入れ。東京消防庁の参事官なんです。言って大丈夫。大丈夫です。なんこれ、ちょっともうなんこれ、災害を断ち切る。なにこれ、木箱、爪切りや。断ち切ると災害を断ち切るということで爪切りです。木箱に入った、はい、私初めて人生でもらった木箱に入った爪切り。何？え、また木箱や。え、火の用心。何？めっちゃハンコ。何でしょうか。何でしょうか。用事です。あ、爪用事、はい、火の用事、爪用事。うわ、ダジャレ。東京消防庁の、参事官さん、ありがとうございます。訪れた喫茶店の料理や雰囲気にインスピレーションを受けたヒコロヒーが得意のイラストでお店を表現します。できました。こちらです。カフェローズあかねさんのイラスト、こんな風にさせていただきました。このねビーフシチューでございます。この湯気がぶわっと出てるあの感じ、そしてお父ちゃんとあと埼玉の女性。本当に素敵なお店でございました。お父ちゃんありがとうございました。